ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させるアポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考、はい、こんにちはアポロです、えー、今日はですねインフォトップで出品するメリットデメリットという話をしていきたいと思いますまあコンテンツ販売をやるのであればですねやっぱり使っておきたいのがこのインフォトップと呼ばれるサイトで まあ日本におけるですね、情報販売の最大手のですね、まあ、サイト、プラットフォームです。まあ、アフィリエイトなんかを、ね、してる人は知ってる人も多いと思うんですけど、僕自身もそこでいくつか自分の商品を販売しています。でこのインフォトップという、ね、名前を聞くと、まあ、なんかこう詐欺だみたいなね、とか怪しいっていうふ、ね、うに印象を持つ人も多いんじゃないかなと思います。僕自身も最初ブログを、ね、書き始めた時はなんかそういうような印象を、ね、持っていたんですけど、 まあ自分自身がこう実際に販売者として活動していく上でどこよりも審査が厳しいというね。やっぱ彼らもそういうまあ悪いイメージを払拭するためにかなり審査を厳しくしているっていうのはあると思うんですね。まあ例えばセールスレターをね何十箇所も書き直しさせられたりとか、あと特徴法ですね。自分の住所とか本名とかね、所在地とか電話番号とか全部公開しないといけないですし、あとはまあ僕の場合カナダに住んでるんですけど、まあ出品するたびに まあ、カナダにね、ちゃんと電話番号を通じるかって確認の電話をかけてきたりとかっていうぐらい、まあ、審査はしっかりしてるんで、今は、もう、信頼のおけるプラットフォームだと思います。変な人は出せないわけですよ。そういう自分の訴状を隠して、ね、こっそりと販売したいみたいな怪しい人は出せないわけですね。自分の個人情報を公開しないといけないわけだから。だから、まあ、信頼を受けるプラットフォームではあると思うんですけど、で、そこで販売する。 メリットや,やっぱりですね、最大手の、まあ、プラットフォームということだけあって、集客力が非常にあるというのは大きいんですよね。やっぱり自力でお客さん集客して販売するってなるとね、この集めるっていう作業がすごい難しくて時間がかかるので、そこがそもそもできないって人多いと思うんですけど、まあ、ああいうプラットフォームの力を借りるとですね、まあ、そこの集客力を使って自分の商品を販売することができるっていうのは大きいですし、あと、まあ、インフォトップに関して言うとですね、 アフィリエーターがつくんですね。自分の商品に。で、アフィリエーターがついて、アフィリエーターが、各々のブログとかサイトで自分の商品を紹介してくれるんで、単純にプラットフォームの集客力だけじゃなくて、その、各アフィリエーターの、まあ、集客力も、そこに加わってくるので、かなりの数が、まあ、えー、売ることができる。まあ、販売を見込めるというようなメリットがありますよね。だからそこは、本当に、まあ、使いようによってはですね、めちゃくちゃこう、売り上げがダーンとね、大きくなる。 そして、まあ、アマゾンとかユーデミーとかと違って、高額帯のね、数万円するような商品も普通に販売できるので、単価が高いわけですよね。だから完全自動で高単価な商品を売ることも可能です。僕もほとんど自分でね、インフォトップで売ってる商品は自分で宣伝してないんですけど、まあ、アフィリエーターの人がたまにこう、ポツポツとね、売ってくれるんで、何もしなくても自動でね、こう、売れました、みたいな通知メールは来るんですけど、あとは、やっぱりこう、スキルが磨かれるっていうのがあるんですね。 まあこう情報販売におけるまあ頂点みたいなと,ところなんで、まあ、要するに一流の出品者がいっぱい出してるわけですよ。メジャーリーグみたいな感じですよね。 だからまあ、アマゾンとか Kindle とかあったらもう誰でも出せるからね、もうアマチュアというか、素人もいっぱいいるわけですけど、やっぱりインフォトップとかでちゃんとね、出すってなると、まあそういうプロとかね、一流の人がいっぱい出してるとこなんで、そこで自分の商品を売ろうと思ったらね、まあセールスレターもちゃんと書かないといけないし、商品の内容のクオリティもね、上げていかないといけないしっていうところで、まあ非常に大変ではあるんですけど、まあ腕が磨かれると。 いうのがあると思います。やっぱ長期的にこうね、コンテンツ販売っていうのをビジネスにやっていくんであれば、そういうところで売れる力をね、磨くっていうのは非常に大事だと思うんで、ちょっとハードル高い、こう心理的ハードルがあると思うんですけど、ぜひね、出品、チャレンジしてみてほしいと思います。本当にこうスキルが身につきますし、うまくいけば、ね、いろんな人が自分の商品を売ってくれるっていうね、そういう本当に大きなメリットがあります。あとはまあ、権威性というかね、やっぱああいうところで出すと、なんかこの人すごいのかなっていうような、そういう印象を与えることもできますし、 もちろんその、稼ぐ系だけじゃなくて、いろんなジャンルのもの売ってるので、健康系とかね、英語の勉強とか、生活とか、ペットの悩みとかなんかいろいろ売ってるんで、そういうなんか、いわゆるその怪しいようなね、商品ばっかりではないので、まあ、ありとあらゆるね、ジャンルが売ってますから、まあ、そのあたりはチェックしてもらって、出してもらうのがいいんじゃないかなと思います。で、まあ、デメリットの方ですけど、こっちが結構ですね、厄介なんですよね。さっきはまあ、メリットの話をしましたけど、デメリットも当然あるわけですよ。デメリットとしてはですね、 さっきアフィリエーターがつくっていうのがメリットって言ったんですけど、実はこれはデメリットにもなるんですよ。っていうのは、まあアフィリエーターと呼んでますけど、実際はまあただのブロガーみたいな感じなんですね。本当にもう、あの、副業でブログ書いてるだけみたいな人、もういっぱいいるんで。そういう人たちっていうのは、まあ申し訳ないですけど、こう自分の稼ぎのことしか考えてない人も結構いるんですね。自分さえ儲かればいいみたいな人。 だからそういう人がついちゃうと、売りたいがゆえにですね、強引にこう販売したりとかすることがあるわけですよ。まあ、彼らからすれば、商品が売れて報酬さえ入れば、あとは知ったこっちゃないってね。あとは販売者とお客さんとの、まあ問題だから、自分は知ったこっちゃないみたいなスタンスの人も多いんで。ってなると、もうとにかく売るために、まあなんだろうな、課題にこうアピールしたりとか、なんか半ば押し売りしたりとか、なんか嘘みたいなこと書いたりとか、っていうことをされてしまったときに、 その販売者である自分の評判とかイメージに傷がつく可能性があるってことです。だからそこの管理っていうのは難しいわけですよね。もう数え切れないくらいた,たくさんのアフィリエーターがいるんで、そういうのを一人一人こう指導することもできないですし、まあ、一人一人管理することもできないので、もう本当に彼らのね、裁量に任せて販売してもらうしかないってところで、そういうまあ強引な売り方をされてしまう、もしくは誤解を招くようなね、売り方をされてしまうと、自分自身のイメージとかね、そういったものに傷がつくっていうリスクがあります。 あとは、ま、叩き系アフィリエーターと言われる人たちの標的にされる可能性があるわけですね。特にこう、稼ぐ系の商品を売ってる人っていうのは、そうだと思うんですけど、これは実際そういう、ま、僕もインフォトップでね、そういうマネタイズするっていう講座とかに入ったことあるんですけど、そこのま、主催者も言ってたんですけど、ああいうところで出すと、その、いわゆる叩き系のね、アフィリエーターって人が、自分の商品を叩いてくることがあるんですよ。この商品は稼げませんと、こんなのは嘘800ですみたいな。だから私のおすすめするこの商品が、 いいんですよっていうのが、ま、叩き系アフィリエーターの、ま、手法なんですけど、自分の売りたい商品をアピールするがゆえに、その対象として、どっかそういうね、サイトで公開されているような商品を叩いて、これはダメですって言って、ま、自分の商品をアピールするみたいな。で、それがちゃんと事実に基づいたね、レビューとか感想とかだったらいいんですけど、ま、使ったこともないが、こう、事実無根でね、一方的にこう、嘘を言われてしまうとかってなってしまうと、これはもう本当にね、納得ができないというか、 で、自分の悪い評判もどんどん広がってしまう。やっぱこう商品名とかで検索された時に、あ、この商品ダメなのかなとかって思われてしまったりとかね、えー、してしまうというリスクがあるんで、まあそれがやっぱり未だに、こう、残ってると思うんですよ。僕もエゴサーチしないんで自分のやつ見たことないんですけど、でもきっとそういうことを言ってくる人もいると思うんですね。だから、あの、それはちょっとね、まあリスクといえばリスクかなと思うんですけど、実はこのリスク、 に関して、まあ、防護策があるんですね今回はそれをお伝えしたくてこのエピソードを撮ったんですけど、さっきのデメリット1、まあ、アフィリエーター強引に売るとか、で、このデメリット2ですね、まあ、あの、ただ聞きアフィリエーターに、ま、こういろいろね、悪いことを言われてしまうとかっていうところなんですけど、これね、あの、防護策があって何かっていうと、まあ、とにかく自分で情報発信するってことですよ。 どこのプラットフォームでもいいんですけど、情報発信をして信頼を積んでおくんですね。で、それをすると何が起こるかっていうと、仮に第三者がね、この人全然ダメとか、ね、えー、こう、押し売りして、なんかこう、信用を損ねるようなことをされたとしてもですね、〇〇さんはそんな人じゃないって思ってもらえるからですよ。普段の発信を見ていて、あこの人すごい、ね、役に立つなとかね、誠実だな、信頼できるなって思っている人の商品を第三者がね、 何かそういうことをしたとしても、いや、あの人はそういう人じゃないからって思ってもらえるってことですよ。だそういうふうに怪しいなとかね、いかがわしいなって思われるのは、相手が自分のことを知らないからそう思われるわけだって。例えば自分の友達がいたとしてね、ね、あいつ嫌なやつだよね、とかって言って、でもその人のこと自分がよく知ってて、自分はこの人すごいいい人だなと思ってたら、多分その誰か友達があいつ嫌なやつだよねって言っても、その言葉を信用しないと思うんですよ。いや、俺はそう思わないけど、みたいな感じで、思うと思うんですね。 心の中では。表向きを合わせるかもしれないけど。っていうことですよ。要するに人間ってのは自分の感覚っていうのを一番信じるんで、自分が普段見ていて、ねえー、この人は信用できる人だって思っていたら、もしくはこの人はいい人だとかね、思っていたら、他人がそういうふうに言っても、自分の感覚の方を信じるんですね、基本的には。だから、とにかく情報発信をして、信頼を作っておきましょうってことですよ。そういうのをしておけば、 よそでそういうね、まあなんか信用を損ねるような、イメージを損ねるようなことをされたとしても、見る人はちゃんと見てくれてるから、そういう人たちは信用してくれるってことですね。こっちの味方になってくれるってことです。だからやっぱりね、そういうふうに自分で自分の身を守るためにも、普段から信頼を作れるような発信をして、あちこちでね、情報発信をしていくっていうのがすごく重要になってくるということです。